敗です。あ、おいしい、おいしい。もうすぐ日が昇ります。まあもう日の出過ぎましたね。カップホルダーのところをですね、魚群探知機の置き場所にしてしまっているので、カップホルダーがないですけど、あの引き波が、ボートの引き波が来て横波に受けてますけど、このようにですね、これだけあの引き波があってもボート安定しています。多少揺れますけども、まああの正しい位置にね座っていれば、あの恐怖感を感じることもなくですね、このようにですね引き波がバーッと来てるんですけども、全然ですね、あの転覆するような、そんな心配には全く及びませんね。かなりですね横揺れにも安定しておりますね。縦揺れはね、あのもともとまあランダムアウト型の船首と船尾の形を成形されてますんで、まあ、縦波に関してはそう、縦波っていうんですかね、あのボートを垂直にした状態の波っていうのは、あのかなりですね、あの水を切る形になりますので、あの安定はしていますけど、横波に関してもですね、こちら の, あ の, あのカヤックはですね、あのかなりあの強いですね。一応ですね、アウトリガーをですね注文しているんですけども、で今日ぐらい宅配で届くと思いますけども、あの、まあ、これつけなくてもね、あのここのフィールドに限って言えば、まあ、ほとんどあのいらないのかななんていう気がしてきましたね。今日ボートがですね目の前を通ってたんですけども、相当な勢いで通ってってですね、ちょっと怖かったんですけども、実際にはもうあの全然そんなこともなく、あの横揺れもなく、だいぶですね、あの安定したボートですね。食いましたかね。なんだこれは、重たすぎます。あ、自分のアンカー、あちゃー、アンカーが釣れました。時々魚探が反応するとテンション上がりますね。まあちょっとしばらく反応がないようです。水深は約6メートルです。だいぶね岸からね離れてきてますね。どのぐらい来たるかな、ちょっとわからないですけど、 400、500メートル、あ、来た、500メートルぐらいは